ホンダトランザルプ。トランザルプは、ホンダ技研工業が、かつて製造販売したオートバイである。ホンダ技研工業が1970年代半ばより、製造販売していた XL シリーズに属する、デュアルパーパスタイプであるが、市街地、高速道路、峠道、見細路までのオールラウンドでのツーリングを的に、楽しめる大型スポーツバイクとして、設計開発された。 ツーリングモデルである。数種類の排気量別モデルが製造を販売された。アルプスコエイコールトランスクリプションがアルプスを意味する商標は日本国内向け仕様ではトランスアルプ排気量 V で社名として海外向け輸出仕様では XL 排気量 V トランスアルプでペットネームとして使用された。XL シリーズの大排気量モデルは本モデル以前に XLV750RXL600R ファラオなどが製造販売されていた。両モデルはオフロードでの走破性を重視したコンセプトとされたものの、実際の市場では未舗走路走破性と高速巡航を両立させたツーリングマシンとして受け入れられたことからツーリング性能特化を追求したパワーユニットとウィンドプロテクションを向上させたモデルとして開発された。 開発にあたっては、パリ・ダカール・ラリー、現、ダカール・ラリー3専用ワークスマシーンの NXR750 で得た技術をフィードバックした。車体はフレームをダブルクレードル型としており、本シリーズ最大の特徴とも言えるフルカウルを装着する。当初はサイドパネルと大きめのメーターバイザーを合わせた形状であった1994年モデル以降は、 NXR750 を参考にした燃料タンク一体型とされた。サスペンションは前輪がテレスコピック、後輪がプロリンク式スイングアームとし、タイヤはスポークホイールに90、90から 2154S、前130、80から 1765S、後を装着するが650.700モデルでは若干の変更を実施。 またブレーキは前輪がローター計 276mm でダブルピストンキャリパーとしたシングルディスク後輪が機械式リーディングトレーリングとされが制動力不足から1991年モデルより後輪がローター計 240mm のシングルディスクへ1997年モデルより前輪がローター計 256mm のダブルディスクへ変更された 搭載されるエンジンは、全、モデルとも、水冷4ストロークサイチェシー52度バンク V 型に、気筒で、400.600モデルは、グロスシリーズと、650.700モデルはと、基本設計を共用もしくは共通としており、スペックは、輸出先諸国の事情、規制に合わせたため数種類が存在する。燃料供給は、400.600650モデルが、 景品製、キャブレーター、700が PGM5 電子式、燃料噴射装置とされたほか、搭載される、マニュアルトランスミッションは5段である。製造は、浜松製作所で行われていたが、1996年に、イタリア現地法人のホンダイタリアインダストリアーレ、ホンダイタリアインドストリアレ SPAA、2002年以降は、スペイン現地法人のモンテッサホンダ、モンテサホンダ、 SAA、さらに2010年には再び、ホンダイタリアインダストリアーレへ移管された。モデルコードは、XL 排気量 V、モデルイヤー識別符号となる。形式名、ND06、モデルコード XL400V、トランザルプ 400V の社名で1991年10月7日、発表、同月15日発売。免許制度の関係から中型限定自動二輪車。 運転免許、現、普通自動二輪車運転免許運転できるように、排気量を 398cc に縮小した日本、国内1000倍モデルである。搭載される NC25E 型エンジンは、VDF1 型キャブレターも含めブロス P-2 と共用するが、点火装置がフルトランジスタ式からバッテリー式 CDI へ変更された。 1994年2月24日発表同年3月1日発売で外装を変更するマイナーチェンジを実施。形式名は初期モデルが PD06 外装を大幅に変更した1994年モデル以降が PD10 モデルコード XL600V 日本国内向け仕様は トランザルプ 600V の社名で1987年3月30日に同年4月10日より00大限定で発売することが発表された。海外向け輸出仕様は XL600V トランザルプの社名で主にヨーロッパ地区向けとされたが、1989年から1991年には北米地区向けにも輸出が行われた。 搭載される PD06E 型エンジンは、ブロス PE-1 用 RC31E 型の内径 X 工程 79.0X66.0mm から内径を 75.0mm へ、縮小並びに圧縮表9.49.2へ低下させ、排気量を 583cc とした。百九十四年に外装変更を行ったほか、 後輪ディスクブレーキ化、前輪ダブルディスクブレーキ化などのマイナーチェンジを実施しながら1999年まで製造されたが、輸出し向け値によるスペック、年式によって、車高、最低地上高、車重などの若干の相違が存在する。2000年から製造開始された XL650V トランサルプで、形式名は初期モデルが RD10。 スペイン生産となった2003年モデル以降が RD11 モデルコード XL650V。XL600V トランスアルプからの変更点はヨーロッパ地区での自動車排出ガス規制への対応で触媒並びに沖縄駅類による損失補填という観点からシリンダー内径を 4.0mm 拡大し 79.0mm とし、 排気量を 647C c としたほか、クレーム、後輪サイズの120、90から17かによる、リアサスペンションユニットヘッドライトカウルなどで、新たに、シートした収納スペースと燃料系を新設した。また、純正オプションで標準より 30mm 低くなる、ローダウンシートやパニアケースセットが設定されたほか、 XLV600V 同様に輸出し向け値によるスペック、年式によって、車高、最低地上高、車重などの若干の相違が存在する。2008年から製造開始された XL700V トランサルプで、形式名は、スペイン生産モデルが RD15、イタリア生産となった2010年モデル以降が RD16、モデルコード XL700V、 ヨーロッパ打ちの排出が好き性ユーロ3対応によるフルモデルチェンジでシリンダーな計を 81.0mm まで拡大し排気量を 680cc まで拡大しさらに4バルブ化並びに燃料供給をインジェクイオン化して対応させた NT700V ドービルに搭載される RC52E 型エンジンを強要するモデルであるまた他には以下の変更を実施した 本モデルは2012年に生産終了となった。日本国内では600が300台、400が4000台ほどの登録台数と非常に少なく販売期間も600が1度だけの限定。400も4年間ほどと短い。一方でヨーロッパ地区では約25年間にわたりモデルチェンジを繰り返して販売が続けられたロングセラーモデルで本モデルを警察用車両、 白バイとして導入している国家もあるほか、激用者として使用された例も存在する。この背景には、当時の日本では、デュアルパーパスモデルをベースにした、未舗装路走破性と高速巡航を両立させた、ツーリングマシンというコンセプトが理解されなかったことにも、一因がある。しかし、ホンダ技研工業では、2010年代になり、 ロードスポーツモデルをベースにオフでの走破性も考慮したクロスオーバーコンセプトを掲げるアドベンチャータイプを発表している。以上3車種は V 型に気筒エンジンを搭載するデュアルパーパスモデル。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。